こんにちは、87バスケットボールラボの宮本です。今日、7月1日からですね、新シーズンが B リーグの新シーズンが始まりまして、20年21年シーズンというのが、スタートをしました。僕がやっておりますエクストラパスの方でもいろいろ新しい発信を、していくと思うんですけれども、今回87バスケットボールラボとして、バスケットボールの学びという部分をですね、少しずつこう強化していきたい、増やしていきたいというのを考えまして、動画コンテンツの方をもう少し87ラボの方でも充実させていこうかなと思いました。で、その中で、このチャンネルでは、戦術戦略の部分ですねの解説を少しずつ簡単に、していきたいなと思います。で、B リーグのチームが、昨シーズン以降ですね、使用しているオフェンスとかそういうのを、使いながら戦術戦略、例えばこのプレーの意図とかこのプレーの狙いとかっていうコートの中に落ちているその狙いだとかっていうものを、動きの中からヒントを得て、僕なりに解説をしていきたいなと思います。で、もうすでに5シーズン目になりました。 B リーグの選手だったりとかバスケットボールに対する興味っていうのはすごく、充実した、ものを、知識を持たれている方、がたくさんいると思います。ただまだやっぱり、僕が、よくいろんな方とも話すんですけれども、戦術戦略バスケットボールの知識っていう部分ではまだなかなか、浸透、知らないこととかにもたくさんあると思うので、もちろん、そういうの僕がこれから取り上げていくことはすごく、プレーをしてれば、当たり前のように知っていくようなことだったりとかするんですけども、まだバスケットボールをコートの中で起こっていることっていうものを、詳しくわからない方に向けて、いろんな、ヒントをですねとか知識なんかをご提供できたらなと思って、定期的に発信していきたいなと思います。それでは今回はセットオフェンスのホーンズセットというセットをご紹介したいなと思います。 B リーグクラブでも非常に多くのクラブが使っているセットオフェンスでして、ホーンズ、英語ですね、日本語に訳すと、角という意味です。で、形がですね、こういう形で、セットを組むので、動物の角のような形になってるというのが、ホーンズと呼ばれてる由来でして、場所の名称を付け加えて言うと、キートップというところにボールマン、ガードの選手が多いですが、ハンドラーですね、がボールを持ってる人がセットをして、で、エルボーというポジション、このフリースローラインの角ですね、に、ビッグマン、インサイドの選手が立って、ここのコーナーという部分に、スリーポイントシュートが打てる、日本人が多いですけども、選手が、立ちます。で、それによってこの形が、ここを結ぶと、英語の A という、文字に、似てるので、なるので、A セットって言ったりとかもします。で、これは、ガードがコールしてこのセットのポジションに入ることがたくさんあります。なので、どのチームっていう、全部のチームが同じコールのセットをするわけではないので、こう手で合図を送ったりとかするんですけども、それをもし、お時間ある時にチェックしてみると、例えばガードがこの手の動きをするとこのホーンズセットに入るんだなっていうのが見つかったりしますので、ぜひチェックしてみてください。ではこのホーンズセット、なぜ、使われるのかということを少し解説していきたいなと思います。まずバスケットボールは、スペーシング、距離感ですね、各々の選手が、適切な距離を取るというのがすごく大切でして、限られたスペースの中で、24秒という限られた時間の中で、またですね、3秒区域とか、そのルールが設けられている中で、10人の選手が、限られたスペースを使ってオフェンスを組み立ててシュートまで持っていかなければいけないのがバスケットボールになります。なのでその24秒間でより良いスペースを作り上げて、それぞれが攻撃をしやすい場所をするためには、このコーナーという角の部分と、
エルボーという部分、そしてキートップっていう部分に人を置くと、それぞれのこの距離感というのが、だいたい 4,5 メートルぐらい離れてるといいと言われてるんですけども、まあ、それぐらいの距離感を取れるようになるので、スペースがすごく取りやすく、オフェンスをスムーズに進めやすい、ポジショニングになります。まあ、なのでこのホーンズセットっていうのがすごく多く出てくるっていうのは、そういう意味でもこう扱いやすいオフェンスですし、またスペースが取れるということは、攻撃のアレンジも非常にたくさんあるので、まあ、そういう意味でこう攻撃を組み立てやすい、まあ、もしくはチームとしての特徴を出しやすい、強いところ、強みになる選手っていうのを活かしやすいというのが、考えられます。では最後に、実際に B リーグのチームがどのような、ホーンズセットからの展開を持ち合わせているのかということをですね、ちょっとやってみたいと思います。例えば2019-20 シーズンを振り返りますと、シーホース三河は、このように、使っていました。実際にボードを動かして解説してみたいと思います。ボールマンがキートップのここに、陣取るんですけども、まあ、その中でガードナー選手や、ジョンソン選手などがインサイドの、エルボーと呼ばれるフリースローラインの角のところですねに位置取りをします。で、河村選手と、金丸選手などがコーナーの位置取りをします。この時にシーホース三河の、特徴としては、まあ、インサイドのガードナー選手のバックダウンといって、ゴールに背を向けながらこうゴリゴリ押し込んでいく1対1というのも特徴的ですし、あとは、金丸選手、河村選手の、長距離のシュート、スリーポイントシュートっていうものも相手にとっては非常に脅威です。ではシーホース三河がどのようにこのホームセットから展開したかというところを少し動かしてみたいと思います。例えば、このシューターの選手、コーナーの選手を一度動きを使ってスペースをさらに有効に使いたいということで、ガードナー選手とインサイドの2人がダブルスクリーンという形でこうやってここの選手にスクリーンをかけてこっち側に動いてきます。こういう感じですね。で、じゃあこの時にどういう反応が起こるかと言いますと、まあ、この選手がシューターであることがシーホース三河19-20シーズンでは多いので、まあ離しちゃうと、こうやって下からアンダーっていうんですけど、離しちゃうと渡されてシュートを打たれる可能性とか、まあ、もしくは下に潜るとそのまんまやめてこっちに開いてここからシュートっていうことがあるので、この場合は必ずこういうふうについていかなくてはいけません。となるとこの瞬間ちょっとスクリーンが2つあるので、ダブルスクリーンって言うんですけど、あるのでちょっと遅れるので、まあこの選手がちょっと気を使ったりとか、この選手がちょっとこうポジションを、ずらしたりとかしてカバーをするんですけども、シーホース三河はこの外の選手がシュート力があることが魅力の一つでもあるので、ディフェンスがそういうふうにこう守るっていうことを、理解している上で、ここからこの選手のピックアンドロールに入ってきます。となるとこの選手は本来このスクリーナーになる選手のマークマンはちょっとシューターに気を取られているので、前に出てこれず、ここがちょっと遅れてくるので、このピックアンドロールが成立すると。で、その時にこのガードナー選手が多いんですけど、このガードナー選手はゴール下が強い選手なので、もうここまでポジションを取っといて、まあ、何かあればすぐここからゴール下にポンって、まあ、桜木 JR 選手なんかもそうですねが、ポジションを取ってポストアップしてゴール下を制圧するっていうこともあります。で、まあその時にこの選手が遅れてきて重心が下がるので、まあ例えばこのままこっちに抜けてきて、こういうスペースであればこのピックアンドロールが成立すると、ここにパスが入ってここからショットというシーンなどもありました。まあもちろん展開はこれだけではないんですけども、まあこのようにシーホース三河はシューターを、左から右、まあ、もしくは右から左というふうに動かして、ディフェンスを少し外に注目を集めることによって、このホーンズセットを活かしたオフェンスを使ったりしていました。では次にもう一つ、実際の使用例を紹介したいなと思います。
滋賀レイクスターズが19-20シーズンに使用してたホーンズセットなんですけれども、まず、ポジションは基本的ポジションは一緒です。インサイドの選手がこのエルボーのポジションで、シューターとなる選手がコーナーのフォワードの選手、まあ、紅葉選手とか佐藤拓磨選手とかですね。でガードの選手がボールを運ぶと、エルボーのポジションではなくて、こう3ポイントとフリースローが交わるぐらいのところにインサイドの選手がセットして、でまあそうするとこんな感じでなるんですけど、ここからピックアンドロールにシンプルに入ります。でまあこれを使うんですね、こういう感じで。でまあこのピックアンドロールは、まあ、かませというかあれなので、普通にこう下から抜けてきて何事もなかったように終わるんですけども、その時にもう一人のビッグマンがクロススクリーンでこっち側に入って、で開いてボールを持ってこういう風に守るので、でここが遅れてきてこっちがちょっと入った時にこのまんまダイブして、ここからアングルを変えてゴール下の、まあ、シェファー選手などが生かされることが多かったですけども、シュートを打つと。でこの時にシガレイクスターズは何を、どのようなチームかということを考える必要があるんですけども、ここにいる選手2人というのがですね、まあ3ポイントの指導数が一番多かったチームなので、相手チームのスカウティングとしては3ポイントをどうやって止めるかということが必ず考えられます。その時にやっぱりここの選手を離すというのがシガレイクスターズと戦うことが怖くなるので、ちょっとこういう風に少しタイトめにつくので、このペイントのエリアっていうのをどうやって使うかっていうことを、このホーンズセットでスペースを作り出した時のホーンズセットで、うまく、活かすことがシガレイクスターズもよくありました。でもちろんこのまんまここからこういう風に来れば3ポイントの方がチョイスとして優先される場合もあるので、アウトナンバーの3が打てるのならコーナーの選手に出して狩野選手などが3ポイントを打ってたという風にホーンズセットを使っていました。まあ、もちろん他のパターンもあるんですけども、まあ、このようにして B リーグチームも、ホーンズセット、使用しています。アレンジがしやすく、あとスペーシングがいいというのが最初も言ったんですけども特徴で、チームの強みというのをシンプルに活かせるセットオフェンスなので、どのチームもおそらくこのセット1つや2つは持ってると思いますので、ぜひご自身の応援しているチームのホーンズセット発見したら、そのプレーの動きを追いかけてみたら面白いのかなと思います。ぜひ、5年目の B リーグはそのようなところにも少し注目をしてみてもらえたら面白いのかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、グッドボタンと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今後もこのように、B リーグチームの、昨シーズンもしくはその前のシーズンなどのプレーもちょっとピックアップしながら、戦術戦略の部分っていうものの解説を簡単にしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんのバスケットボールの学びに使ってみていただけたらなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。